意外や意外、前回この二人でトークするのを誰が見るんだっていうマニアックな内容だったんですけど、20分ぐらい喋ってたでしょ。そうなっけーと思って、意外にこう反響きたから、今回ちょっと第2弾として内山店長語るシリーズ第2弾やりたいと思います。よろしくお願いします。はい、で今回はどうしますか。またこのざっくりなテーマから、もうこう日常をこう垂れ流した方がやっぱりみんなこう聞きやすいかなっていう、はいはい、で今回はちょっといろいろテーマを振ったんだけど、いやそれ無理っしょっていうさっきリアクションだったんで内山店長が最近注目してる車種、はいはい、まあ、3車種ぐらいちょっと教えてもらおうかなっていう、はい、でさっきちょっと打ち合わせしちゃったらね、うん、ちょっとまず出てきちゃったけど、アウディの RS6、はい、現行、これに非常に注目してると、うん、はい、欲しいわ。これはやっぱり例のチューナーの影響でもうビビッときて、かっこいいって何のことか言ってるかというと、うん、マンスリーですね、はい、が出たっていう、はい、で本当は多分ジュネーブで発表する予定だったんじゃないかなっていうのがジュネーブが中心になっちゃって、ね、まあ、ネットの方で発表されたけど、うん、まあこれがすごい、うん、すごいかっこいい。あれはそしてまさか RS6 で来ると思わなかったでしょ。オーディーだって、そうなんかこうベントレーとか、うん、そういうのはもうまあ予想してたけど、うんうん、RS6 来た。そしてこう外装はやっぱり例のごとくね、もうがっつりカーボン、うん、で最近上げたあのシラクーサの動画でも結構こうやりすぎとか、あ、うん、ちょっと下品じゃねえとかコメント来たけど、うんうん、逆になんかこう振り切れちゃってるのがいいかなっていう、うん、でも RS6 は意外となんかこう派手じゃないというか、意外にまとまりよかったね、しっかりまとまってる、まあ、多分これに多分絵が入る、うんうん、だから現実的な感じがしてかっこいい。多分金額は、でも金額は現実的じゃないんだろうなと思って、まあでもクオリティが伴ってる、すごいかっこよかった。あれはやっぱりあの土球のこう見た目とあれをちゃんとメーカークオリティでこう仕上げてくるっていうのがやっぱりすごいかなっていう、うん、ノーマルでかっこいいもん、あれしか言ったら。確かにで調べたらノーマルかっこいいし、それになんかこうデザインの生かしたマンスリーのデザイン、うんうん、やっぱすごいな、ちょっと作りたいと、うんうん、そのまんまでもいいし、ホイールは変えたい、はい、そこは内山スタイル、そこはやっぱ変えたいですね。ただね、残念なお知らせをすると車がない。ない、車が全くない。噂じゃなんか2020年販売予定の台数がもう2月の時点で売り切れてるらしい、日本のその販売割り当てが。だからもうそれをどうにかしてゲットするか、もしくはもう並行輸入で入れるかっていう、うん、ただあれをやったらかっこいい、ね、かっこいい、かっこいい、ね、なんだろう、一番久しぶりにこうしびれた、うわっかっこいいっつって。でもね、うちだけじゃなくて、ね、結構みんな言ってる、やっぱりあれはやばいね、うん、確かにあれすごい拡大して見まくっちゃうっつって本国速攻調べたりとかして、まだ詳細出てなかったからですけど、ね、じゃあまずちょっと注目車種、そうですね、まずは RS6 かっこいいですね。あとは何かありますでしょうか。あとはやっぱりちょっとマクラーレンの 600LT をいじりたい、 600LT いじりたい、いじってみたい。あれ東京店でいじった車 600LT はまだなくて、これから今1台そのホイール入れたり車高下げたりって予定してるお客さんはいらっしゃるんです、今ホイールも頼んでて、本当はなんかこう理想は 600LT をまず外装ベージュにしたい。ベージュで作りたい。あのラッピングってこと。そうラッピングでベージュにしてポリッシュのホイールを履きたい。やってみたい。それイカれてるね。やってみたい。アメタン入れて。そう。エアロとかは？エアロはもうだから純正 LT だから。ああ、そっかそっかそっか。ちょっとこうバーンってなってるから。そのままで。そのボディカラーと車高とホイール。あれなんだっけ、ツヤ、めっちゃツヤのある。イノゼテック。あ、イノゼテック。イノゼテックだとまだベージュがないから。あ、そうなんだ。ない。まだ5色ぐらいしかない。まあ、これから出るみたいな。こないだ作ったゲレンデやばかったよね、それ。カーキグリーン。そう。あれもかっこいい。ああいうちょっとこう狂った色で、うん、そうポリッシュのやってみたい。それすごい、ね、やりたい、だってもう想像しただけでかっこいい。あ、確かに、うん、なんかあの携帯もうすごい、なんかあのプライベート感出すけどいい、これいいよいいよ。なんかもうあのNeed4っていうゲームあるでしょ、うん、あれでなんかアプリで
車のカスタムだけできるみたいなアプリがあって、あ、なんか最近さ YouTube でもさなんかそれで車作ってなんか納車とかって上げてるやついるよね。そう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 。もうなんかあのこの前結構ね最近ゲームのやつとか出来がいいからさ分かんないんだよね。この前暇すぎてこういうの作っちゃったの。あ、確かにちょっとそれ後で、うん、ちょっとこれインサートで。これかっこいいよ。それはかっこいいわ。結構こういうのちょっとノリがなんか去年のセマのあのアナーキー中国代理店的な、うん、ちょっとぶっ飛んだ色でみたいな。800やる気はベースがかっこいいから。あ、確かに。そう、あれマフラーの偉いとこから入ってる。そう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 。今 765LT が発表されたりとかもして。ああ、そうだよね、うん、あんま結構話題。720のすごいバージョンだそう。あれもうちのお客さん本当に買ってて。本当にどうなってるんでしょうか、東京店。すごいです、たくさんいらっしゃいますね。やっぱり2020年もマクラーレンはちょっと注目、うん、そうですね。でもあとはでももう多分今年はフェラーリの F8 が、あ、そうだ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 。からまあちょっとそれも今注目してますよね。やっぱフェラーリの V8 ミッドシップは結構やっぱり人気があるんで、カスタムする人たちも買う人が多いんで。で注目車種、まあ、3代目はやっぱり、ね、3代目はやっぱりフェラーリで、そこは外せないかなっていう、うん、なるほど。それからだってフェラーリはもう812の GTS があったりとか続々出てくるから。あ、そうなんだ。で結構なんか812GTS ってやばそうだね。やばい、それ出てるね。え、 GTS でもあれ屋根が開くやつ、うん、それもなんか結構オーダーしてるっていう方がいる。あの前の長さで屋根が開いてそうあの音でしょ。そう、やばいね。でもやっぱりそうですね、まあ、3つ目はフェラーリかな。あ、そこはやっぱり外れない感じ、うん、フェラーリもちょっとそう振り切れた感じで行くのか。でもやっぱりちょっとうちのお客様はその、まあ、さらっとした、ね、仕上がりが好みの方が多いので、まあ、ちょっと本当に小技聞かせながらやっていく感じになると思います。じゃあ注目車種3車種は、まあ、RS6、マクラーレン、600LT ときて、まあ、F8 かなと思います。なるほど、はい、そんな感じで、はい、うちは考えてるそうです。ぜひ乗られてるお客様は、はい、東京店内山までご相談、ね、お願いします。本当にかっこいいのが作れると思いますので、はいはい、だってベースがどれもかっこいい。あ、まあ、確かにね、うん、もう車がもともとかっこいいからね。そうそうそう、だからそれをちょっとこう、うん、変えてあげるだけで、なんか確かに確かに伸びしろがすごい。確かに、そういう車いじってると楽しいですよね。あ、なるほど、うん、やっぱりとんでもないことを考えておりました。、はい、でもそれはみんなでもみんな考えてるんじゃないかな。なんか F8 あたりとか、うん、F8 ちょっと盛り上がりそうだね、うん、盛り上がると思う。あれ、日本はまだ入ってないの？まだですね、試乗車が入ってきてるぐらい。あ、そうなんだ。だからまだ納車になってる人はまだに多分いないと思いますよね。あのね、カットになっちゃったんだけどね、ドイツ行った時ね、あったんだよね、フェイトね。へぇー、フェイトじゃないんだっけ、あれ。あそこのさ、モーターワールドのさ、隣の。ああ、ありました、あったでしょ。そう、あったんだよ。それ動画カットしちゃったんだよね。なんで？じゃ前半がね、グダグダすぎてこれ動画になんねえなと思って。で、たまたまそのモーターワールドっていうその旧車とかいっぱい展示したところを見て、まあ、一応撮ったのね、うん、ちょっと内容がちょっと微妙だなと思って。で、その隣に あれな、スーパーカー、そう、ディーラーなんか集合体みたいのがあって、ちょっと見に行こうよっつって行ったら、F8 真ん中ボーッと回ってて、やべえなっつって。そう、けどなんかね、もう動画がつながらなすぎてカットしたっていう。もしかしたらここで使えるかな、その動画が。そう、ヨーロッパも行ってみたいな。そう。行きますみたいな感じだったくせに、なんか発見いたしました。こちらでございますか、先生。スーパーカー博士、両カメラマン。うわぁ、これちょっとカメラが携帯なのが本当に申し訳ない。バッテリーを忘れてちゃんとしたカメラで撮れないっていうね。とね、もう一個残念なのはね、やってない。やってございません。はい、土曜日しかやってないです。今日土曜日です。くそー。いや、でもちょっとなんかね、ウッチーにこうヨーロッパなこう、うん、ね、カスタマイズなテイストをちょっとね、うん、
やっぱ行ってみないと分かんないからな。もう8年10年近く前ぐらいに行ったぐらいかな。行ったの？1回行ってる。エッセン10年フランクフルト、あの時はまだフランクフルトなんだね、きっと、うん、まだ僕も伸びしろがあると思うんで社長見てくれてるかなこれまあでも行ってみたいですね。なんか、ま、早いからね向こう基本的に、うん、車の納車も早いし、早いし、ね、カスタマイズも早いし、確かに、うん、すごいのが作れそうです、はい、ね、もっとなんかマンソリーとかそういうのも盛り上げていきたいですしね。あ、うん、でもマンソリーすごいよ、うん、あれなんだっけ今ボディで作ってる、あ、シラクさん、そう、シラクウルスとかもそうだし、ウルスも作るんだって、あーウルスね、ウルス、うん、マフラーこれだっけ、これのやつを作るんでしょ。あ、見たマフラー、うんうん、こうなってるやつ、うん、知ってる、こうだよマフラー、うん、知ってる、意味わかんないでしょ、うん、意味わからないそれをいよいよ日本で作る、へー、だから知名度っていうか認知度も上がってきてるし、やっぱりみんながあのヤバさにこう気がついてる。高いんだもん。高い、どうしたの、はい、高いけど物めちゃくちゃいいよね。いいけど、いやいいけど、もうね、どこの板金屋さんも、特にうちもボンドボディとかもそうだけど、うん、もうね、マンソリーはもうフィッティングはもう間違いない、うん、でもやっぱ僕らはやっぱ見積もりをつけるとバーって作っていくと、もう合計金額見てあ、ちょっと桁間違えたかな、笑っちゃうな、これはどうすんだろうなみたいな、まあ、説明するときももうなんかもう笑っちゃう、すごい、あれは本当に、まあ、そういうのをね買っていただける方がいるんで、いやいや本当に本当に嬉しい限りです、ありがたい限りでございます。でもうち少ないんだよな東京店そう、うん、あんまり多くないかなっていう気はする。大阪店が多いのかな、まあそれ、うん、これは、あ、東京ない、なんか小物はあるんだけど、ね、あんまり降るってあんまりない、まあ、ちょっとその地域柄というかその土地柄的なものも、ね、もあるのかもしれないけどね、あんまりこうなんていうの、車で目立つのはあるかもしれないけど、うん、カスタマイズでこう、うん、ド派手にボガーンみたいのはちょっとこう、うん、地域柄があるかなって、ね、うん、やっていきたいですけどね、もうちょっと、うん、マンソリーね、マンソリーこの間出たやつ見た、なんだっけ、アベンタのやつ、そう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 、あれはわかんない、ここで言ってるのかわかんないけどあれはどうなの、俺やばいなと思ったんだけどあ、ヘッドライト変えたわ言ったよね、あれね、でまずあの車の名前の呼び方がわかる、なんだっけな、もう名前忘れちゃった、カブレラ、カブレラ、カブレーラ、そうで、やっぱり、うん、ちょっとあれは衝撃だった、だってドアも形違ってたでしょ、そうなの、そう、ちゃんと見てない、そう、ドアも形違う、うわっつって終わっちゃったドア形違うでしょ、なんかラインが入るでしょ、パネル貼り付けてんのかやり替え直してるのか分かんないけど、でもドアももともと SV とかだったらさ全部カーボンじゃん、うん、なんだけど違う形になってたよね、うん、へえ、なんかもう取ってとこもなくなって紐になってたし、なんかこうさ、もうカスタマイズ通り越してもう芸術、うん、だからもう俺それでいいかなと、まあまあまあ、なんかグロロスと同じ匂いがするみたいな、うん、これはでもまあすごいよね、すごいと思う、うん、ここまでやる、いや、かっこいいかどうかまた別の話、うん、まあ、別としてね、そうそうそう、本当だ、紐がついてる、やばいでしょ、うん、だから SV と全然違うドアの形になってるでしょ、あのパネル捨ててそれにしてるってこと、いや内堀は一緒なんじゃない、一緒それ紐ついてるとか、うん、ちょっと、ね、すごく見づらいけど、すごく見づらい、すごく見づらい、すげんだそれ、すごいね、やっぱマンソリーはすごい、すごい、まあ話が脱線したけどね、まあそんな車種を、うん、そうですね、注目してるってことで、はい、その辺購入予定のお客様、うん、はい、もしくは所有してるお客様、はいはい、ちょっとノーマル他の人と一緒で嫌だっていう方は、うん、ぜひ東京店にご相談いただいて、ぜひね、はい、お願いします、ね、内山がいろいろ提案します、こんな僕ですがというわけでこう第2弾もだいぶグダグダな感じだったけど、はい、これでいいのかな、これで本当にいいの、多分だ、これちょっと再生伸びなくてコメントもゼロだったらちょっと第3弾、うん、うん、そうですね、もうちょっと内容をしっかり、そうですね、ちゃんと考えてくるから、これもうさっき言われましたからね、撮ります、さっきですよ、本当に何も考えてない、そんな感じで第3弾ちょっと未定なんですけども、はい、第2弾はこんな感じでお届けいたしました、はい、すいません、こんな感じで本当に温度チャンネルのチャンネル登録も、はい、
ポンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。